愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週のテーマはね、私の両親っていうテーマで喋っていこうかと思います。で、なんでこのテーマでしようかと思ったかっていうとね、35歳最後のダラダラジオなんですよ、今日の放送が。4日後だね。3月11日が私誕生日で、36歳になりますので、で35歳だな、6になるなって。で、35歳の時別に何のエピソードもないんだけど、その25歳の時に私両親にちょっとあることをしてまして、なんかそれを思い出したので、ああそっかって、だから両親のこと話すのもいいかなって。もう受験も大体落ち着いてきたからさ、まあ残ってるからごめんね、もう落ち着いた方が多いから、なんか改めて両親の話ちょっとしようかなって思ってこのテーマにしました。で、今ね3月7日投稿日当日に撮ってるんですけど、いつもはね土曜日の夜に撮るんですよ、生放送終わった後に。でもね、昨日生放送見た方はちょっとわかるかもしれないんですけど、あの私花粉症にやられまくってて、昨日の生放送中終わった後も鼻水止まらなくてさ、あんまりにも鼻すするからちょっと日曜に撮ろうっつって、今は薬をね飲んだりとか、まあいろいろこうやって割と抑えてるんでね、それで今撮れてるという流れでございますが、まあ鼻水またねこうすってやるかもしれんけど、それは許してください。それじゃあ、本編いきましょうか。なんか久々ね、これさ、たまに両親聞いてんだよな、 LINE 来るかなまあ変なこと言わないとか、まあまあまあ俺が思ってることだからごめん、あの先に謝っとくわ。お父がなんか失礼なこと言ったら本当にごめん、先に謝っとくねまあでも現時点から話していくと、35歳のハイチにとってね、俺にとっては両親は本当にありきたりな言葉になるかもしれないけど、尊敬する人です。尊敬する人誰ですかって言ったら、多分真っ先に両親の名前を出すってぐらいに、あの心の底から尊敬してます、両親のことは。あの両親のもとで生まれてよかったなとも思っているしね、うん。ただじゃあここまで順風満帆だったかっていうと、でもそうではなくって、でもね、反抗期という反抗期がなかったんですよ、まあ、俺はそうなかったと思っていて、だからもしかしたら仲良かった方なのかもしれないんですけど、ただね、あのうちの家族、まあ、4人家族なんですけど、両親と妹が1人おりまして、で妹がね障害者なんですよ。そう、結構、まあ、重ための障害を持っていて、で障害者が、いる家庭っていう中で、まあ、育ったわけよ。で、まあ、今でも結構そういうのは残ってると思うんだけど、割とこう世間に理解されないことが多くてね、うん、いろんなことを買い物中に言われたりとかっていうのはもちろんあったわけよ、その幼少期にね、うん。で、まあまあ、まあそれはいいとして、でそんな中育っていったと。でうちはあの父がめちゃくちゃ多忙ででして、あのねうち早寝早起きが鉄則だったんよ。小学校6年生終わるまで、中学上がるまでは9時までに寝なかったら本気で怒られる家だったのね。そう、今でも覚えてるもん、9時は絶対だったんよ。そうで、まあ、9時にちゃんと寝るから、朝も普通に5時半とか6時に起きれる子だったんだけど、普通に。でうち父親が多分6時過ぎとかの電車で朝毎日東京まで、群馬から東京まで通ってて、で帰ってくるのはほぼ終電みたいな、12時0時のちょっと前ぐらいに帰ってくる家だったから、あんまり顔を合わせられなくて、父親と本当行ってらっしゃい、なんか起きた時に父親がもう家出る瞬間みたいな感じだったからね。そうで土日も割と忙しい父親だったから、ゴルフの接待でいなかったりとかも多かったし、うん、だから思い出はやっぱり母親がすごく多いんよ。で、まあ、子供ながらに感じてたのは、母親はまあ妹のことがあったから、その兄の自分にすごく期待をしてたし、頼ってたのもめちゃくちゃ分かってたから、しっかりしなきゃいけないなとか、うん、なんかいいお兄ちゃんでいなきゃなっていうのはやっぱりすごく思っていて、だからそこを裏切らないようにみたいなことはずっと思ってた。それがあったからこそ、あの中学の時にいじめを受けてたのもやっぱり相談できなくて、それは別に おかんが悪いとかじゃなくてね、悪いじゃなくて、無理な心配をかけたくなかった。そう、信用してないとかでもなくて、そう、ただただ心配をかけちゃいけないなと思ったように、そうっていう、まあ、幼少期を過ごしてたわけで、中学とか高校になっても普通に母親と二人で買い物とか全然行ける子だったから、飯食い行ったりでもそうだったけど、うん、だからそんなに仲良かったとは思うんだよね。そう、ただなんだろうな、やっぱりちょっと大きくなればなるほど、ちょっと距離感のつかみ方が若干分からなくなった時はあって、でね、ちょっと父の話に変わっちゃうんだけど、うちのおとんが俺今でもすげえ感謝してることっていうか、あすげえなって思うことがあるんよ。それ何かっていうと、まあ、高校の時だったかな。でうち
今は常にアパートに父親と母親住んでるんだけど、当時一軒家に住んでいて、で一軒家に住んでた時に2階建てだったんよ。で2階に3部屋あって、一番手前が寝室で、うち中学卒業するまでは家族4人で寝てた。普通に俺普通になんかそういう違和感で寝てたから、そこもで、その寝るところがあって、奥に自分ごめん自分の部屋と、なんか物置部屋みたいな、いろんなものを詰め込む部屋みたいな一部屋あったんよね。で高校入ってからはあまりリビングにいなくなっちゃって、ほとんど自分の部屋にいて勉強もせんと、なんか音楽聴いたりとか当時の彼女と電話したりとかっていうのを普通にしてたわけよね。で夜更かしもしてたから高校の時は。で起きてるのはわかるじゃんか。で高校の時はちょっと父親と反抗期とかなかったんだけど、反抗期だったのかな、ちょっとでも、あまり口を聞きたくない時期があったのよ、自分の中でも。で父親帰り遅いけどさ、で帰ってきて、まあ、さささってご飯食べてるホール入ったりして、結構寝るの早かったから、多分1時前とかには寝てたのかな。12時前に帰ってきて1時前に寝るってなった時に、俺部屋にいるじゃんか。おとんね、毎日ドアを開けるでもなく、ドア越しにちゃんとおやすみっていうのを言ってこようだったので、それをもちろん俺気分嫌だから返す日もあれば、無視する日も、多分無視する日の方が多かったと思うよね。そうそう、だけど一日も多分欠かすことなく、うちのおとんはおやすみを言い続けてて、あのね、今思うとね、すげえと思うんだ。それって多分自分が親になって、しかもね、うち息子2人だから、男の子の親だからさ、その息子が大きくなった時にその状況になってる俺、言い続けられるかなって思うもん。でもそれを言い続けてくれたのが、無視しちゃってんだよ俺も、悪かったんだけど、でも嬉しかったんよね、やっぱそこが。うん、だってあれがなくなったら多分寂しかったと思うもん。そうで、そんな困難もあって、まあもちろんそういったちょっとさ、口をきたくないなみたいな時期が多少あったとはいえ、でも仲良かったよね。旅行とかも多分普通に行ってたりしたし、買い物も、まあ父親と2人か、おとんと2人ってのはあんまなかったけど、っていうのが多かったかな。接点が少なかったからさ、あんまり家になかったから、だからこう距離感がやっぱり分からなくなってしまってね。あ、でもね、ちょっとごめん、行ったり来たりで長くなっちゃったかな、いいかな。それでもね、父親がね、小中の時かな、中か、あの時は嬉しかった、嬉しかったっつうかさ、一緒にできて嬉しかったと思うのが、うちの家族ってほとんどゲームをしないんで、俺ゲーム大好きだったからね、子供の時から。でも父親さ、車がすごい好きな父親なのね。だからF1 のレースとかそういうのを子供の時見に連れてってくれたりとか。だから俺幼稚園の時の将来の夢さ、 F1 レーサーって言ってるんよ、ってぐらい車が好きだったの俺も。そうで、車のゲームがあった、グランツーリスモっていうゲームが、多分知ってる方もいると思うんだけど、グランツーリスモっていうゲームが本当プレイステーション1の時だね。そうあって、で俺も好きでやってて、で父親も好きでやってて、でもさ、父親やる時間ないじゃん。だから俺が普段さ、家帰ってゲームしてさ、レースに勝ってさ、お金貯めとくんよ。それをね、勝手に土日にね、使っていくって俺が車の改造とかするんでさ、俺が貯めた1億円使ってんだけどみたいな。で超文句言ってんだけど、でもすごい嬉しかった、父親と同じゲームを共有できて、同じ話をできてるのがすごい嬉しかったっていうのを今喋りながら思い出したそうな、そんな幼少期って、幼少期でもねえな、学生時代だった、距離感としては。で母親に関しては、でも母親に対する反抗期は大学の時かな。うち母親もいい母親だけど、割と俺とすごい似てるタイプで、気分屋だし、まあ、すごい似てるのよね。似てるからこそ多分イラッとするとこがお互いにあってさ、そうで結構なんか俺、人に対するあんま悪口を聞くのが好きじゃなくて、愚痴を聞くのがあんまり好きじゃないのね。愚痴というか、そうね、人の悪口が好きじゃない。で母親がなんかイラッとした時にそのぐちぐち言うから、それをちょっとこう、その高校までは聞いてたんで、はいはいって聞いてたんだけど、大学入ってからちょっとね、なんかね、聞き流せなくなっちゃって、そういうのやめた方がいいんだけどみたいな、聞いてる方つらいんだけどみたいなこと言って喧嘩したりとかね。まあ可愛いもんでしょそのぐらいよ。そうそう、ではそんな困難があったわけ。まあもちろん細かく剥げればね、もっといっぱいあるんだけど。でさ、冒頭に話したその25歳の話ね、それ何かっていうと、まあ25歳、四半世紀ってやつね。でその時は営業マンを辞めて塾講師だった時か、25歳だからね。でももう営業マンやってる時とか、まあ、社会人になったら絶対親孝行したいってすごく思ってて、
なんか夢はさ、かっこいいこと言えばさ、やっぱりこう親に一戸建てをさ、住ませてあげたいとかさ、あるわけ。そう、あったけど、今でも思ってるけど、それは。でも、そんなお金はなくて。で、営業マンの時はすぐ1年も続けられなかったから、ドクターストップかかっちゃってね。で、塾講師も本当にさ、稼げなくて。めちゃくちゃ節約してたんよ。コツコツ貯めてはいたけど、まあ、そんなにいっぱい貯まるわけでもなくて。ただ、やっぱり25歳。っていう自分の中で一個の区切りだったんだよね。でその時に、10万円のお金、現金と手紙をね、多分初めてだったかな、両親に手紙は、そうを渡して、旅行にでも行ってきてっつって、まあ、それを多分、ね、使ってないと思うんだよ。うちの親絶対捕まん親だからそういうのと思うけど、なんかそれを渡して、でなんかその手紙がちょっとお前たちってうるってきちゃったけどあ、すごい喜んでくれてて、その後に父親と母親から LINE をもらったのかな、確か当時がね、嬉しくてさ、そう、そんなこんなで、まあもちろんうまくいかない距離感の時もあったけれど、やっぱり今ね、こう35歳、まあ36歳なんだけどさ、35歳になって、なんかそういう風に感じてたのは紆余曲折あったけど、よかったのかなっていう思う。もちろん親からしてみたらどう感じているかはもちろんわからないし、そう。でなんでこの話をしたかっていうと、学生のみんなさ、親御さんとの距離感がうまくつかめなかったりとか、親に対してね、反抗しちゃったりとかっていろんな感情があると思うよね。で、まず2つ伝えたいことがあって、1個は親って、親のことを絶対尊敬しなきゃいけないとは思ってないよ。理想論を言うと、親はみんな子供のことを愛してて、子供のためだったらね、身を粉にしてやっていけるみたいな人ばっかり、人が多いよ、多いけど、そういう人ばっかじゃねえんだなっていうのは、もう塾講師を始めてからもう痛いぐらいに分かってるんだよね。だから言葉は悪いけど、もう早く家出なって、もう早く家出た方がいいっていう子もいる、そういう方もいるし、実際そういうアドバイスもいっぱいしてきたし、そう、だから自分、特に真面目な子ね多いんだけど、自分が親のこと、親の方が絶対に理不尽なことしてるのに自分が悪いんじゃないかって自分を責めてる方もいらっしゃるから、それは違うよっていう話。親がおかしい時もあるから、いいかな、みんなが正しいことの方が多いと思う、俺はっていうのを伝えたかったことが一個で、もう一個はさっき言った反抗期だったりとか、距離感が分かんなかったりとか、なんかムカつくってあると思うよね、親に対して。ちょっと自分でもの感情のコントロールができみたいな。でもそれってね、自然なんだよね、みんなの時期って、中高の時期って。そうだからいいの。でもいつかは距離感がうまくつかめる時が来るから、そういう場合は。でもう一個は、うまくね、感情のコントロールができなくてもいいんだけど、ただそれは言っちゃいけないよねっていうことだけは自分の中で明確にしときな。例えば親に対して死ねって言ったりとか、死ねっていう言葉は誰に対しても言っちゃいけねえぞとかね、そうっていうのをはっきりしておけばいい。それ以外はいいんだって。でもしできるんだったら、何かね、言わなきゃよかったなっていうことを言っちゃった後にきちんと謝ればいいんだって、人にはありがとうっていう言葉はあるし、ごめんなさいっていう言葉もある、ね、それをしっかり伝えられることによっていくらでも人の人間関係は変えることができるからっていうのが伝えたかったので、今回この話をさせていただきました。ちょっと長くなっちゃったけどね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとこっぱずかしいね、久々に話した。親聞いてなきゃいいんだけどなということで、今週のダラダラジオは以上でございます。次回は36歳ですね、特に変わりませんけども36歳もダラダラジオは続けていこうかと思っておりますので、よかったらまた次回の方もぜひ聞いてみてください。では今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。